服部十三13から1929年1月25日は、明治時代の日本の文部、内務官僚。続籍は、山口県氏族。東京英語学校、東京大学法、理、文学学部総理6月4日、東京大学予備門校長、予備門長、大阪専門学校総理、日本地震学会所大会長、東京大学法学部所大学部長。 協立女子職業学校校長、文部省普通学務局長、岩手、広島、長崎、兵庫の各県知事、貴族院議員を歴任した。長州藩市創術指南役、渡辺平蔵の三男として、須王国吉時期、軍吉木村で誕生する。陽明はイサブロー、元服の頃に、安氏タスク、後に十三と名を改める。安政四年の頃に、 教皇検証官に入学。この時の学党が、片山哲次郎で、慶応元年頃、哲次郎の養子となり、哲次郎が、聖火の服部家の名を継ぐ際に十三も、服部を名乗るようになった。同年、長州藩遊撃隊に入隊した。慶応3年4月、河瀬正隆の長崎追従の許可をきっかけに、明治2年11月まで長崎で洋楽を学んだ。長崎では、 後のイギリス総領事となる、ロバートソン、ドーアストンに支持するとともに、大熊重信の遅延館で、岩倉智美の子である、智佐田、愚行兄弟とともに、大熊や古べきから教えを受けた。十三は、伊藤博文や井上薫の居宅で生活し、渡航の機会を祈っていた。明治2年末、アメリカニュージャージー州のニューブラウンズウィックへの、完避留学が決定され、 岩倉兄弟と共に13も留学した。アメリカ留学時は、上司の森有紀ともども、トマス・レイク・ハリスが設立した、新興宗教、新生兄弟会の影響を受けた。同地で、ラトガース大学に学び、明治8年6月、同大理学部を卒業し、理学士の学位を取得した。同年8月に帰国し、翌月、文部省に入省した出し学局雇といとなる。 明治8年11月、東京英語学校長心得に就任し、同校長、東京大学予備門主管、県東京大学法学部、文学部総理補、大阪専門学校総理、東京大学法学部、理学部、文学部総理剣道予備門長などを歴任し、明治15年2月、東京大学幹事となる。また、明治十三年には、東京大学へ、 五感の学者割り行の交風地道儀の図を学校に描かせて寄贈した縁により、日本地震学会の初代会長に推薦され、就任している。明治17年10月、農商務省御用係に発令され、ニューオーリンズで開催の万国工業県念100年規博乱会に参列し、明治19年1月まで欧州各国を視察した。同年3月、 文部省書記官に就任し、県文部省参事官、同省普通学務局長を務めた。明治24年4月、感染により、岩手県知事に転じ、以後、広島県知事、長崎県知事、兵庫県知事を歴任。大正5年4月に辞職した。明治36年7月15日、兵庫県知事在任中に、貴族院直選議員に任命され、 同和会に属死死去するまで在任した。大正8年4月、万国議員将議員として、ベルギーを訪問、同年11月、神戸商工会議所内に、国際連盟神戸支部を開設し、同志部長を務めた。昭和元年、平沼喜一郎が会長となっていた国本社の神戸支部長に就任した。大正五年六月十九日、近景観志向に任じられた。 13は、浮世絵や金星絵画の収集家としても著名であり、その量は1万枚にも達する。上村松園や伊藤昌派の弟子たちは鑑賞のために、服部邸を訪れている。その膨大な収集品は、東京提出博物館に曲がりして保管されていた。住所は、兵庫県無古郡西灘、村岩屋。教皇検証館では同門に、東京出身の内海忠勝がおり、 後年の知事時代にも手紙のやり取りをするなど二人の付き合いは長期にわたった。十三は辞表に病気や一心上の理由ではなく、後進に道を譲る気持ちから職を辞すると記述している。ありがとうございます。